貴族連合、我が娘を甘く見ないでもらおう。あやつとて曲がりなりにも帝国軍人の娘だ。卑劣な脅しに屈せず義に準じる覚悟はできておろう。お待ちなさい。 翼か。黒い剣の兵たちよ、恥を知りなさい。罪もない敵将の家族を人質に取り、戦に利用しようなどという愚行、アルノールの名において断じて許すわけには参りません。 行くわよ、あんたたち！ ゴー！
私の番ね。恐るるなからぬ。俺の番だ。任せるが。行くぞ。こら。許さぬ。ええ。オーバーかな。マイ。今だ。付き合い。行くぞ。行くぞ。今だ。教官。気を急ぐとしよう。ええ、次もバッチリ決めるわよ。行くぞ、行くぞ。来たけど最上階は上みたいね。この調子で進むわよ。しかし、邪魔な積み荷が多いですね。第四機甲師団との戦闘で、いっぱいいっぱいだったのか。か、マイ。私の番で、任せ。行くぞ。バカめ。俺の番だ。ええ。バカだ。今だ。はい。バカだ。行くぞ。ええ。任せてくれ。
行くぞ。我が剣にかけて。さすがに狭いな。剣にかけて悪は許さぬ。よし、ここが最上階か。それじゃあそこの部屋に姉さんが。7組のみんなやサラさんまで。フィオラさん、お久しぶりです。助けに来たわよ。ありがとう。なんてお礼を言ったら。エリオットもしばらく見ないうちに立派になったみたいで。お姉ちゃん嬉しいわ。姉さん、人質を盾にするなど。それでも貴族の端くれか。その汚い手をどけるがいい。言っておくが、状況が分かっていないのは、あ、その女性を傷つけ。どうやら両兵団も他の拠点にいるみたいだし、完全にツンとっととこ。強敵ね。俺の番だな。上等じゃない。我が剣にかけて。よし。エリオット、みんな、さあおとなしく剣を捨てなさい。まさか。はあ、うん、姉さん。ナイトハルト教官、久しいな、お前たち。だが、すでに私はお前たちの教官ではない。少佐とでも呼ぶがいい。相変わらずだね。らしいと言うべきか。まったく、おいしいところを持って行ってくれますこと。お久しぶりです、ナイトハルト少佐。君もな。姉さん、大丈夫？ええ、平気よ。うわ、ありがとう、エリオット。助けに来てくれて、今まで無事でいてくれて、本当に本当にありがとう。姉さん、よかった、本当によかったよ。7組のみんな、
サラさんにナイトハルト少佐もありがとうございます。なんとお礼を言ったらいいか。ご無事でよかったです。お礼に今度またピアノを聴かせてちょうだい。じきにこの砦も中将閣下が制圧するだろう。とりあえずは一段落だな。Thank you.
じゃじゃじゃーん、なんと正解はこの私だったのでした。こんにちはリンくん。元気にしてましたか？いやー、実は少し前から私も士官学院を出ていまして、教官だとバレたらいろいろと面倒そうだったのでしばらく変装してたんですよ。意外と気づかれないものですね。ええ、騒ぎにならないようこっそりとお手伝いしたくって。それでは私もカレージャスにぜひ案内してください。これからバンバン皆さんの力にならせてもらいますから。ランクアップだね。はい、学院からの特典だよ。おお、大変だったね。こんな感じかな。Thank you.
こへ行こうか。カレージャス発進。私の番だな。やっ！
行くぞ。新居発動。私の番だな。チャージする番だな。あと一押しよ。チャージする。私の番だな。新規発動。俺の番だ。任せなさい。さあ、とっとと先に。お宝発見。力を尽くすしかなさそう。俺の番だな。受け。
お宝発見。ハロー。聞こえるかな？やあ、子猫ちゃんたち。学院祭以来だが、元気にしていたかい？ご覧の通り、ピンピンしているよ。連絡もできずにすまなかった。心配をかけてしまったね。アルフィン殿下におかれましては、ご機嫌麗しゅう。サラ教官も久しぶりですね。すまなかった。家のこともあって、少々立て込んでいたものでね。ユーシス君、出奔したそうじゃないか。私の方も親父殿、ろくな行動少々あってね。恥ずかしながら近いうちに猛烈な親子喧嘩に発展しそうな勢いなのさ。役者がいるから心配してくれなくてもいい。それより、アリサ君に伝えておきたいことがあるんだ。君の母上の居場所なんだが、ああ、少々面倒な場所に軟禁されてしまっていてね。助け出せないか策を講じているところさ。まあ、それも私に任せて。やれやれ、親父殿め、もう嗅ぎつけたのか。
すまない。また連絡する。声が聞けてよかった。こちらは気にしないでくれ。Thank you.
さてと。より一層精進いたします。それで礼拝に来られた方ですか。ようこそルーレ大聖堂へ。ここはルーレ空港だったか。ええ、前回はカレイジャスで。
か、トバースさん。私もよ。急ぎのようみたいだけど、大事な話って何なの？ここからは私が説明させていただきます。お待ちしておりましたわ、士官学院7組の皆様。教会のシスター、さっき大聖堂ですれ違、どうしてこんなとこ。待って、この声ももしかして、あご明察だ。アンジェリカさん。やあアリサ君、それにリン君たちも、まさかこんなところまで来てくれるとはね。やれやれ、もしかしてとは思ったけど。まさかシスターに扮しているとは。普段のイメージと正反対で全く気づきませんでしたよ。我ながら完璧な変装だったみたいだね。実家で学んだしとやかな振る舞いも少しは役に立ったということかな。どう考えても使いどころを間違っていそうですが。でもどうしてアンジェリカさんがそんな格好を。ああ、それも含めて説明させてもらうよ。マスター、彼女たちに何か温かい飲み物を。じゃあ行くとしようか。ええ、ちなみにその格好で通すんですね。これでも市内では有名人ですから。別人すぎる。鉄鉱山は左手の奥だったな。ええ、ぐるっと迂回しましょう。強敵だな、面白い。鉱山の所有者はあくまで皇族アルノール、我が物顔で占拠するなど恐れ多いにも程があるでしょう。
おじ上も少々気が大きくなりすぎていますわね。遅い。ここは通してもらうわ。この好機、俺の逃さない。ええ、任せてください。ここだ。行くぞ。はい、行くぞ。ええ、バカだ。行くぞ。今だ。私の番だな。はい、バカだ。さて、先に。任せるがよい。行くぞ。私の番ね。はい。襲い来るな。俺の番だ。迎え撃つのみ。私の番。行くぞ。え、俺の番だな。やらせん。許さぬ。行くぞ。今だ。あなたは任せるがよい。行くぞ。また何だ。前へ。行くぞ。任せてくれ。任せてくれ。え、私。俺の番だ。俺の番だ。私の番ね。俺の番だな。私の番だ。やらせん。任せてくれ。マイ、私の番だな。俺の番だな。私の番ね。バカだ。俺の番。任せ。俺の番だな。ダンスだ。私の番。任せてくれ。バカだ。さあ、とっと。のみ。任せなさい。私の場。行くぞ。今だ。あなたは。止め。行くぞ。任せなさい。行くぞ。崩れたぞ。あなたは。私の場。マイ。ダンサ。私の場。これ。任せてくれ。バカだ。時が惜しい。行くとしよう。この程度、え、恐るるに足らぬ。行くぞ。任せた。任せてくれ。見切れた。私の番ね。マイ。行くぞ。私は崩したぞ。私の番ね。行くぞ。え、俺の番だ。任せるがよい。行くぞ。え、俺の番だ。任せるがよい。え、俺の番だ。行
行くぞ。任せるがよい。任せなさい。させな。俺の番だな。俺の番だ。任せるがよい。私の番だ。俺の番だな。チャンスだ。みんな一気に決めるぞ。任せる。バカだ。任せる。任せた。バカだ。時が惜しい。しかっさあ、かきいくぞ。燃えさめ。俺の番だ。崩れたぞ。行くぞ。この手で道を切り開く。許さぬ。その先の車両はイリーナさんが軟禁された車両かな。入りましょう。こんな状況でもイリーナさんはイリーナさんか。せっかく助けに来たのに、その言い草はないでしょ。イリーナ会長、お出ましね。お久しぶりです、皆様。とはいえほんの数日ぶりですけれど。最初から車両におりましたが、発車してしまった時にはどうなることかと思いましたけど、どうやら俺たちとは別にイリーナさんを助け出そうとしていたみたいですね。そして完全に気配を絶って車内で気を伺っていたわけか。この主人にしてこのメイドありといったところかな。まったくもう。この程度私の場合恐れるに足らぬ。はい、任せ。行くぞ。こだ。え。マイ。はい。任せ。俺の番だ。こだ。任せなさい。行くぞ。こだ。やらせ。
任せるが我が剣にかけて。気を急ぐわよ。ロックされた部屋が多いね。多分ハイデル取締役が制御してるんだと思います。とにかく上を目指すしかなさそうだ。これで半分くらいかしら。セキュリティも徐々に解除されてるみたいだな。この調子で行くとしよう。20回。おじゅうはどこかな。状況を考えると23回。取り締まりはどうだと思います。手強いぞ。私の番ね。行くぞ行くぞ。今だ。わかったわ。行くぞ。はい。私の番だ。私の番。マイカ、行くぞ。任せてくれ。ここだ。ええ。マイ。任せるか。我が剣にかけて。あく。お宝発見。さあ、まだやれる。かかってくるがよい。
番だ。はっ、ナースだ。スキュイ、私の番だ。はい、マイ。はっ、え、今よ。ここだ。任せてくれ。崩れたぞ。もらった。行くぞ。任せなさい。行くぞ。はい、行くぞ。はっ、俺の番だ。許さぬ。任せろ。俺の番だな。行くぞ。ここだ。私の番だ。我が剣にかけて悪は。ここが23階取締役フロアです。それではおじ上と話し合うとしようか。さて、大詰めね。素敵ね、上等じゃない。受けてみよう。俺の番だな。え、何だよ。ここだ。教官、先を急ぐとしよう。次もバッチリ決めるわよ。
れで全ての準備が整った。私と父の親子喧嘩に決定。そう来ると思っていたよ。いいでしょう、父上。今こそ決着をつける時だ。なんとか届いたか。叔父上も言っていたが、きっとあなたに似たんでしょう。真の帝国貴族こそまずは己の足で立つことを知るべし。幼い頃にそう教えてくれたのは他。
重にね。私の番だな。やっ、任せるがよい。はっ、暗いな。私の番だな。やっ、行くぞ。任せるがよい。チャージする。いいわね。なんとかしなければ。進化。任せるがよい。やっ、次は、そら、向かったか。お疲れ様。まあまあじゃない。やった、リーンの勝ちだわ。ここまでの戦力差を覆すとは。やっぱりか。まずいぞ、リーン君。あの巨体を支えるために動力機関に相当な負荷がかかっていたんだ。このままじゃ機体ごと爆発してしまう。V、バルカン、早く脱出するんだ。このままじゃ。バカなことを言うな。死んでしまったら元も子もないだろ。戦線、これが彼の望んだ最後だっていうのか。こんなのって、
ランクアップだね。はい、学院からの特典だよ。おお、大変だったね。こんな感じかな。
手ごわそうね。気を引き締めなさい。手強そうね。気を引き締め。今日、俺の番だな。チャンスだ。やい。任せるがよい。後期。みんな一斉にかかるがよい。任せる。我らの勇をし、示す。手強そうね。気を引き締めなさい。剣道大、どうか気をつけて。手ごわいぞ、気をつけろ。私の番ね。今よ。ここだ。俺の番だな。行くぞ。任せてくれ。手強そうね。手強い。任せなさい。マイ、今だ。イエイ、任せる。俺の番だ。崩れたぞ。あなたは。ラスキー。私の番だ。ミキさん。俺の番だ。任せた。ここだ。任せて。さて、先に進む。Help us.
ない。行け、行くぞ。ルイセさん、心配ですね。実習で知り合った商人も運ばれていたな。Thank you.
あまり思い詰めるな。突然の連絡失礼する。別に攻撃を加えたりするつもりはないから安心してくれたまえ。少々伝えたいことがあってね。こうして専用艦から極秘裏に連絡を取らせてもらった。ああ、君たちもすでに目の当たりにしたのだろう。こたびの件は父の独断であって、貴族連合は何ら感知していない。東方は一切介入しないから、好きなように対処するという。すでに黒い占領邦軍の主力は私の指揮下にいてね。今回ことを起こしたのは父が彼らは開始、状況開始まで所定の地点にカレージャスを待機させます。黒い全州方面への進路を確保。巡洋艦カレージャス、
慎重にね。行くぞ。私の番だな。やっ。行くぞ。はっ。行くぞ。進化。私の番だな。よくしのいだわ、リー。まずい、リン君。彼女の機体もあの超加速のために動力機関の限界を超えたんだ。このままじゃ。させません。ああ、そうだ。これ以上目の前の死を見過ごすわけにはいかない。行くぞ、バリバル。おう。これより砦の総目と…バリバン…やった…大丈夫か？悪いが、そんな道を選ばせるわけにはいかない。あんたの事情を完全に知っているわけじゃないが、それでも、こんな風に終わっていい人間とは思えない。きちんと裁きを受けて罪を償う道を探してくれ。気を失ったか。でも
間に合ってよかった。同感だぜ。あ、あれ、青の騎士。黒、来ていたのか。どうやらお仲間が心配で様子を見に来ていたみ。まあな。しかし、まさかあんな大爆地を撃ってくるとは。爆発に巻き込まれたらどうするつもりだったんだ。無我夢中だったからな。でもその程度の爆地も撃てないようじゃ誰かさんには届かない。そうだろ、クロ。なるほどな。ま、礼は言っておくぜ。それとゼムリアストーンで武器を強化するってのは悪くないアイデアだ。もっとも強化だけじゃオルディーネには届かないが。今後もせいぜい気合を入れて試練に挑むんだな。父に雇われた良兵。そこを引くがいい。俺はアルバレア公に用がある。それはできぬ相談だな、ユーシス・アルバレア。我らがノーザンブリアの名にかけてその依頼果たさせてもらおう。ノーザンブリア、ノルドよりさらに北の大地か。かなり厳しい土地だと聞くが。やれやれ、相変わらずみたいね。ソロボレストイン、貴様も一緒だったか。自伝の異名、遊撃士として聞き及んではいたが、士官学院の教官になったという情報は確かだったらしいな。ソロ教官。ええ、ちょっとした腐れ縁ってやつでね。あんたたちのやり方は否定しないわ。団の送金で故郷のみんなが助かっているのも確か。でも今の私はこの子たちの担任教官よ。そしてこの国は故郷を捨てた私にとって第二の故郷でもある。焼き討ちのような非道を働くなら容赦はしない。二度と悪さができないよう叩きのめしてあげるわ、私一人の手でね。いくら貴様といえどこの数を相手にするつもりか。高ランクの両兵団、一人じゃ無謀すぎる。さすがに無茶だろう。バカな、俺たちも。いいえ、ここは私に任せてちょうだい。6年前につけ損ねたけじめ、そのケリをつけるという意味でも。そんな。いいだろう、さあ弾を抜け。故郷を捨てたことを後悔させてくれる。自伝のバレスタイン、参る。私の番ね。久々に行くわよ。おばかめ。さあ、とっとと先に進むわよ。これは。我らの波状攻撃をたった一人で。死殿のバレスタイン。団にいた時以上か。さあ、まだやるの。だったらいいわ、いっそ全員でかかってきなさい。最後まで気の済むまで相手になってあげるわ。
お前。サラ。ふん、気がそがれた。これ以上手負いの目印とやり合うメリットはなさそうだ。戦機を逸した以上この辺りが引き時だろう。黒い全州との契約はこの場で打ち切父との契約を保護にしていいのか。報酬分はすでに働いている。これ以上は過ぎたサービスというものだろう。さらばだバレスタイン。少なくともこの内戦ではもはや会うことはあるまい。ええ、そう。撤収だ。各員3回しつつ離脱ポイント。よう。どうやら片付いたみたいだな。ああ、そこの教官殿が文字通り獅子奮迅の働きをしてくれたからな。たくあいつら手負いの目印なんて失礼ね。でもみっともないところを見せちゃったわね。どうやら秘密もバレちゃったみたいだし。秘密。やっぱり教官はフィーちゃんと同じ。ええ、元良兵よ。6年前遊撃士になる前は北の良兵に所属していた。ある一件でベアトリクス大佐に助けられてようやく抜け出せるまでね。私は前に聞いて知ってたけど。やっぱり教官もいろいろと抱えていたんですね。昔の話ではあるんだけどね。大丈夫ですか？無理はしないでもらおう。あとは俺たちの仕事だ。ちょっと張り切りすぎちゃったみたいね。でもこれで連中はもう介入してこないわ。アルバレア校は砦に。教官。Ha!
たゲートか。面倒な。お宝見っけ。狭いな。襲い来るな。向かい撃つのみ。はい、行くぞ。許さぬ。行こっか。バカだ。私の我が剣にかけて。どうやら父は完全に守りに入ったようだ。マイ、今だ。みんな一気に決めるぞ。ここ任せてくれ。行くぞ。ここだ。マイ、この手で道を切り開く。どうか気をつけて。大きいな。気をつけて当たろう。さすがに狭いな。さすがに狭いな。よし、ここが天使か。追い詰めたぞ、父上。せい！
アルバレア湖。ふん、蛇の。また会いましたわね。タンタグリュエル以来だな。なんだ、シデンはいないのかい。お前らと一緒にこの砦に突入してきたのを見たんだが。いろいろあってね。S は撃破済み。北の両兵ならもういないよ。どうやら貴族連合からも父上。もはや逃げ場はありません。それは守るべき領地を焼いていい理由にはなるまい。罪なき人々へのあの仕打ち。簡単に行くとは思わないことですわね。ルーファス卿の思惑はともかく、こちらに連絡がない以上与えられたし、ここであったが100年目。さすがにこの二人相手は。いや、今回はパスだ。な、何を言ってるんですの。そっちの黒髪には少し興味が出てきたが、シデンもいないならお前さん一人でも十分だろ。じゃあな、今度はもう少し暑い場所でやり合おうとしようぜ。揃いも揃って、私をコケにしてくれるものですわね。いでよ、ヴァンガード F3 スレイプギル。結社の人形兵器。かなりの重装甲、拠点防衛用みたいだね。以前の立ち合いは小手しらで、舐めてかかったら容赦はしません。敵機体が筆頭隊士、神速のデュヴァン。いざ尋常に勝負ですわ。こちらも負けるわけにはいく。来るぞ、返り討ちに。さあ参りますわよ。行くぞ。受け。しぶといですわね。参り。 ありえません。この手で道を。敵の無力。我が剣。どうやら相手が妙に疲れていたようだが。クロスベルに続いてこのような失態。見届けを託された我がマスターに。とにかくこれで阻むものはなく。父上、もう逃げ場はありません。勘違いをしてもらっては困ります。私たちの役目はあくまでこの砦の陥落を見届けること。最初からあなたの護衛などは命じられていませんわ。ええ、海炎校とルーバス卿のオーダー。そして我がマスターがいたら決してお許しにならない愚行。成敗しなかっただけでも感謝してほしいくらいですわね。言ってしまった我がケルディックの破壊、放火、騒乱およびどうか。
Thank you.
ランクアップだね。はい、学院からの特典だよ。おお、大変だったね。こんな感じかな。高さにして2000アージュ以上、すさまじいの一言だな。まさかあんなもんを拝める日が来るなんてな。あれこそ美の真髄、青きゼロの計画、人の執念の賜物というわけか。こちらは予定通りみたいですわね。我がマスターが手助けをして失敗などありえませんけど。なるほど、結社の減塩計画とやらの片割れの産物ってわけか。あれに匹敵する代物をこっちでもぶちかまそうってんだな。その通りよ。ゼロの巫女が権限させた人による奇跡の具現化。かの大樹の出現をもって計画の第二楽章もいよいよ終幕へと届く。この準備に取り掛かるとしましょう。この物語が行き着く最高のフィナーレに向けて。
工場の地下にこんな空間があったなんて。海炎湖、僕たちは一体どこに向かっているんですか？そう不安そうなお顔をされるものではありません。我らが向かうのはヘイムダルの、いや帝国の中枢にして力を司る場所、全ての終わりと始まりの場所です。全ての終わりと。足元にお気をつけください。万が一踏み外せば致命傷は避けられぬかと。やれやれ、いたずらに脅かすな。帝国の至宝たる殿下を守るのも。失礼しました。そろそろ到着のようですね。お待ちしておりましたわ。オペラ歌手のピーター・クロチルダさん、どうしてあなたがこんなところに。やあ魔女殿、予定の大樹とやらも無事に権限したようだな。おかげさまで。あとはこちらの段取りを進めるだけ。ただしくれぐれも。わかっているとも。魔女の言いつけを破るほど私も愚かではないからな。何の話をしてるんですか？どうして僕は。すぐにわかりますとも。おお、そうか、これが。そこに埋まっている。何これ。素晴らしい。これこそが千の武器を持つと謳われし伝説の魔人。大いなる力の一端にして250年前に大帝と聖女に封じられた深紅の災厄。赤のテスタロッサか。